表になる面を下にして生地を置き、このように上と下を折りましょう。続いて左右も3等分になるように折り、かぶせた生地の端から1センチを内側に折り込みます。折り目にアイロンをかけると作業しやすいですよ。左右の端から 1.5 センチのところを縦にまっすぐ縫いましょう。ここがゴムを通す部分になります。チャコペンシルで線を引いておくと縫う時の目印になります。玉結びと玉留めは生地の中に隠し、縫い始めと縫い終わりは二重に縫うと丈夫になります。ゴム通しにゴムを引っ掛けて抜けないようにしながらマスクの両端に通します。ゴムを通せたらマスクを使う人の顔に当てて長さを調節しながら結びましょう。結び目はずらしてマスクのゴム通しの部分に隠すといいですよ。マスクの表にリボンやワッペンをつけると自分らしさを出せます。縫う時に一緒に縫い付けるかアイロンワッペンを使うと簡単です。手芸店や100円ショップでお気に入りを探してみてくださいね。